岸本君。国民民主党の岸本修平です。本日も質問の機会をいただいてありがとうございます。今日ですね、休憩の前、野田元総理の大変確証の高い大きな視点からのご質問がありました。また江田委員からも同様にウクライナ問題についてのですね、対処交渉のご議論がありましたので、私もそのお二人の先輩の議論と重ならないように、同じウクライナ問題なんですけれども、焦点を絞って質問をさせていただければと思います。まず今回の経済制裁、あるいは今日は財務金融委員会だとしまして、主として金融の制裁についてですね、ご質問をしたいと思うんですけれども、これは断固として、今日の質疑の中でもありましたように、私どもは断固として、かなり強い気持ちで経済制裁を進めなければならないと思います。で、それは逆に言いますと、返り血を浴びるということでもあります。すでにスイフトからのロシアの銀行の排除、あるいはロシア中央銀行の外貨準備を使えなくする措置などなどで、ルーブルが下落をし、一方で資源価格が高騰するということでありますし、例えばロシア貨物は欧米での通関業務がもう対象にならないような状況で、物流にも大きな影響が出ています。しかし、ここは世界経済がかなり大変な状況になることを踏まえた上でも、我々は不退転の決意で臨まなければならないと思います。ただ一方で、そのことは本当に厳しい返り血を浴びることになります。例えばですけれども、BIS の国際予信統計を見ますと、邦銀のロシア向けの予信残高は95億ドル、約1兆円であります。で、この内訳でありますけれども、三菱 UFJ が2140億円、みずほ銀行が2177億円、三井住友銀行が964億円と、メガバンクだけでも相当な予信残高であります。これが紙くずになる可能性があるということであります。さらに国際協力銀行 JBIC は1345億円、予信残高がございます。あとですね、信託銀行を通じた機関投資家向けの残高が2400億円。この中におそらく地方銀行なども入っているんだろうと思います。そうだとしますと、1兆円です。1兆円の不良債権、取りはぐれるということになりますと、メガバンクであれば、ある程度耐えられるかもしれませんが、地方銀行等は大変大きなショックを受けると思われますけれども、このような影響について、財務大臣のご所見をお伺いしたい。これは金融担当大臣としてのご所見かもしれません。よろしくお願いいたします。鈴木大臣。日本の金融機関によるロシア向け予信は、岸本先生おっしゃった額になっているわけでございますが、全体的に言いますと、海外向け予信全体の 0.2% 程度でありまして、個別の金融機関を見ましても、その予信割合は緊張にとどまっていると思います。また地方銀行を含む日本の各金融機関は充実した資本基盤を備えていますので、現時点でロシア向けの余震が日本の金融機関の健全性に与える影響は限定的であると考えております。いずれにいたしましても、今般のウクライナ情勢が今後どのように波及していくのか、現時点で確定的なことを申し上げることは難しいわけでありまして、金融庁としましては国内外の経済金融市場の動向を把握分析をいたしまして、金融機関に与える影響についてしっかりとモニタリングしていくことが大切であると思っておりまして、そのようにさせていただきたいと思っております。岸本君。ありがとうございます。おっしゃるとおりで、1兆円、われわれから見ると大きな金額ですけれども、メガバンクからすれば十分備えがあるということだと思います。しかし、地方銀行はじめですね、零細な機関投資家にとっては、それなりの影響もあると思いますので、よく金融ご当局として目配せをしていっていただければと思います。そして、今日も議論になってますけれども、いわゆる国際金融のSWIFT
ですね、この問題について、ご質問をしたいと思います。実際スイフトというのは決済システムではありませんけれども、世界の大体高額な金融取引の5割を超えるシステムがこのスイフトを通じて行われているということであります。これは要するに情報伝達のツールとして使われておりますが、このシステムに入ってないと当然貿易関係あるいはその銀行間の手続きができなくなるということですから、これも午前休憩前にありましたように、一度2012年のイランなんかでは原油の取引が激減しまして2桁に近い GDP のマイナスを記録するようなことがあったわけであります。で、このスイフトなんですけれども、当然ロシアは長年かけて計画をして今日のような誠に無謀な行動に出たわけですけれども、当然準備はしていたと思います。で、スイフトが使えない場合の手段、今回であれば7行しか対象でありませんから、7つの銀行以外の銀行を使うということが考えられます。それからもう一つは別のスイフト以外の実は国際銀行間のシステムがいくつかあります。それを使うということに当然準備をしているはずだと思います。その最大の仕組みは中国の人民元の仕組みであります。これは2010年代からスタートしておりまして、中国は当然ドル支配から人民元を国際通貨にしたいという思いもあって、現在中国のクロスボーダーインターバンクペイメントシステム、人民元の国際銀行間の決済システムを作っております。 CIPS、CIPS と呼ばれています。当然ここは現在世界100カ国以上1288の機関が参加している大きいシステムであります。したがってロシアはスイフトが排除されてもこの CIPS を利用すれば中国の原立てで制裁の回避ができるわけであります。しかもこの CIPS はスイフトと違って決済システムまで入ってるんです。決済ができてしまうんです、中国人民元で。で、当然ですけれどもロシアやトルコなど米国が過去において経済制裁の対象とした国は当然入ってます。さらには一帯一路の参加国、あるいは南アフリカ、ケニアなどですね、アフリカ諸国、今回 国連の決議で棄権に回ったアフリカの諸国はこの CIPS に入ってます。で、この CIPS の参加国の中で利用が一番多いのはどこでしょうか。日本なんです。1位は日本なんです、隣国ですから。そして2位がロシア、3位が台湾となっています。台湾は経済面での結びつきが非常に強いからやむを得ず入ったんだろうと思いますが、日本も同様に経済的な関係が強いものですから、1位が日本なんですね。メガバンク3行の中国法人が直接参加しています。直接で、そこから先間接的に日本の銀行も参加しているということであります。これ大臣、そのCIPSを使って、ロシアが制裁のダメージを小さくしていくというようなことは当然考えられるわけですけれども、この抜け道をどう考えるのか、現時点でのご当局のお考えを聞きたいと思います。鈴木大臣。冒頭先生からいろいろご説明もございましたが、スイフトは、決済機能は持たず、さまざまな通貨の送金等に関するメッセージを伝達するサービスとして、多国間で利用されるグローバルな金融インフラでございまして、これに対しまして、ご指摘の CIPS は、人民元のみを対象として、クロスボーダー決済を担うシステムであると承知をしております。そしてご指摘のように、人民元を用いた場合には、資金決済まで可能であるというものでございます。このため、我が国としては、
国際社会と連携をして、スイフトから排除されるロシアの7項すべてについて、スイフトからの排除に合わせて、資産凍結の対象としたところであります。この結果、この7項については、日本の金融機関は CIPS を利用した決済を含めた取引が禁じられることになると思います。したがいまして、資産凍結対象の7項については、日本の金融機関を通じ貿易等の決済が CIPS で迂回されることはないと、そのように考えているところでございます。岸本君。はい、日本はそうなんですけれども、私は申し上げたいのは、世界経済全体ですね、世界の取引について中国を迂回する、おそらく中国は今の状況ではですね、ロシアを相当な思い入れで手伝うはずです。協力関係、国際関係を睨みながらでしょうけれども、中国を迂回して貿易の面のダメージをできる限り救いたい、そういうときにさっき言いましたようにCIPSに入っている国々で、かなりの部分がですね、CIPSを使うことによって抜け道を利用するということもあるということは心得ておかなければならないことだろうと思いますし、平時のときにできているわけですけれど、これ実は国際的にはですね、ヨーロッパだって実はこのスイフトができたのはヨーロッパの仕組みなんです。ベルギーにあるんです。だけどドル決済ですから、基本的にはやはりアメリカがリーダーシップを取っちゃってるんですね。それについて EU は実は問題だと思っていて、 EU 自体のですね、国際金融の決済システムを立ち上げてるんですね。実はインステックスというのが2019年にインストルメント・イン・サポート・オブ・トレード・エクスチェンジ、インステックスというのはできています。これはドイツ、フランス、イギリスが中心となって作っています。で、すでに2020年、イランのコロナ対策用医療機器の輸入決済などを始めてもスタートしているんです。それは、やはりアメリカにリーダーシップを取らさないという意味での EU の対抗意識で、そういうのもできている。で、その中にはロシアも中国も積極的に参加しているんです。そういう国際的な自国の国益をかけたゲームが行われている。そして何より一番大事なのは決済システムをどう抑えるかということなのであります。昔私が財務省の国際局で働いていたときに、円の国際化、もう今聞かれなくなりましたけれども、円の国際化を一生懸命やってたんです。20年以上前ですけど、残念ながらできなかったんですけど、やっぱり決済システムが取れなかったんですね。日本が非常にまだ経済力があって、世界の GDP の 16%、17% 取っていた時代のでもですね、決済システムを取れなかったので、円の国際化がなかなかできなかったということであります。そういう意味で申し上げますと、これから、今回これ有事ですから、結束して、今回はヨーロッパもアメリカも団結するでしょうけど、これがまた何年か後に平時に戻ったときには、それぞれの国、地域が国益をかけて決済システムを取りに行くという中で、日本が立ち遅れをしないように、ぜひそこはご当局としてもご準備をしていただきたいと思います。中途半端な時間になりましたので、最後にご質問ではありませんけれども、貿易の関係で、本当に日本とロシア、小さな比率ですけれども、それでもですね、輸出で申し上げますとですね、輸入の半分ぐらいですけれども、ロシアに対しては約6750億円直近の輸出があります。輸入はエネルギーが多いので1兆2311億円で、これがおそらくいろんな形で影響を受けていったときに、輸出業者、輸入業者、それを使って物を作る人たち、工場、企業、本当に大きな打撃を受けます。この不退転の決意で臨む経済制裁、金融制裁の結果として、返り血を浴びる国内の関係企業、事業者に対するですね、目配り、場合によったらコロナのようなですね、対応もお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。次に田村